あと2に注意してるとき嘘でしょ。え、大丈夫かな。大丈夫だよ、多分いろんなところに注意してた。壁とか鏡の自分の顔に対して。どんだけ自分のこと好きやねん。そうね。終了。せーの、さあ始まりました、少量チャンネルの翔太です。今回は何をするかと申しますと、昨日僕らは結構家でお酒をいっぱい飲んで、そのめちゃくちゃ飲んだんですけど、多分りょうちゃん多分記憶がないぐらい飲んでんじゃないかなって思ってるんですね。で、俺が今思ったのが、お酒いっぱい飲んで記憶がない彼に、昨日あんなことこんなことしたよとか言ったら、もしかして信じるんじゃないかなと思って、どうなんだろう。なので今回はまあ朝起こして、いろんなこと昨日はしたよっていうことを言ったらどんな反応するかをやっていこうと思います。そしたらやっていこうと思います。ひょにょん。大丈夫？つらい。つらい。つらい。座って。お水飲む？飲む。はいはいはい。あ、気をつける。うん。なみなみじゃん。昨日大変だったんだから。うんふん。うん。嘘、なんかした？まず最初ここでちょっとおえってしてたし。あ、嘘。え、大丈夫だった？大丈夫だ。終了。ごめん。大丈夫、大丈夫。え、大丈夫だった？大丈夫。ごめん。あと、2に注意してるけど。嘘でしょ。え、大丈夫かな？大丈夫だよ、多分。うん。笑ってた？笑ってた、笑ってた。嘘。そう、いろんなとこに注意してた。壁とか。鏡とか、鏡の自分の顔に対して注意する。どんだけ自分のこと好きやねん。そうね。まあでもね、酔っ払ったらわかるじゃん、そういう本性っていうし。ああ、そういうこと。そう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 。じゃあお風呂入ろうとして、うん、裸になるじゃん、うん、で裸になってお風呂の中入ろうと思うじゃん。でも、うん、お風呂の中入るんじゃなくて、うん、その玄関の方に開けて出て、うん、でそのまま下行って駅の方まで向かって。どこまで行ったの？そこの近くの公園とか。やばいじゃん。そう、やば。え、あ、でもパンツは入ってた、パンツは入ってた。でもね、でもダメだよ。いや、まあ、でも一応さ、夏とかさ、男ってその海パンじゃん。で、それをパンツをさ、まあ海パンですとか言ったらさ、まあ、あれじゃない？大丈夫。まだ大丈夫じゃない？これ海パンなんですとか言ったらさ、まあ、ああ、そうか。仕方ない。まあ、パンツに見えるよね、みたいななるけど、なるけど、まあでも、ね、それはまあさ、そういう、ああ、そういうデザイン、まあ今はそうなんだね、みたいな、なるじゃん。だから、まあ、それはいいんだけどね。うん。やば。終了。そんなことしてたの？そうだよ。大変だったわ。あと歯磨き粉食ってた。歯磨きするじゃん。歯磨きしててさ、その歯磨き粉こうやってさ、こうやってんで、こうやってガラガラゴクみたいなしてたよ。もうだからあなたの中なんか多分ピカピカ。やめさせてよ。間違っちゃったんだろうね。仕方ないよ。でも多分口に中に歯磨き粉って口の中に入れていいから、うん、飲んでも平気なんだと思うよ。ね。まあ。歯磨き粉は大事。そう。
っていうか裸で外出てたの？うん。あ、でも、海パンだから、あ、海パン、まあ、海パンじゃないんだけど、パンツなんだけども、でも、まあ、まあ、それをね、海パンって捉えるか、パンツって捉えるかって話じゃん。ね。全然覚えてない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。そんな、なんか、もう夏の江ノ島とか行ったら、もう、そんなやつばっかり。そうだけど、うん。なんとふさんの暑いの？暑い。エアコンつければいいし。しかも。まあでも、ね、そんぐらいな日もあるよ。うん。仕方ない、仕方ない。なんて、久しぶりにこんな飲んだ今日。いいじゃない、家だしね。うん。ひょにょ。で、さっき海パンでうろつくって言ったじゃん。うん。で、そのままさ、突然 UFO が現れてさ、それでさ、バーってやってさ、よくさ、テレビであるさ、上にこうやって UFO と一緒にこう、ぐわーんって、黄色いライトにさ、まーってなってさ、そのままさ、宇宙に行っちゃってさ、それでさ、いやでもちょっと、もう返して、りょうさん返して、とか言ってさ、そしたらさ、戻ってきてさ、宇宙人が心配してくれたのよ、それは。どういうこと？はぁ？どういうこと？嘘なの？てってれー！テレ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 ンテレ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 ンじゃねえよ、どういうことよ。口か、はい、りょうさんやめてよ。大丈夫、りょうさん、なんもないから。なんもなかったの？なんもなかった。普通に寝てたし。どういうこと？そのままぐっすりしてた。裸で外寝てたの？寝てません。捕まります。え、ベッドで吐いたの？だって綺麗じゃん。うん、綺麗。大丈夫、誰にも心配かけてないから。なんでそんなことするの？酔っ払って記憶ない彼に何言っても信じるんじゃないかなと思って。信じた？もうやべえこと、俺そんな感じ、そんなタイプだったなって思った。そんな、うん、裸で外に出るような感じじゃないと思ったのに。いや、まあ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 、いいんじゃない、たまにはいいじゃん。いやいや、やってないでしょ。やってないよ。ああ、よかった。うん、やば、やば、やってたらやばいよね。やば、りょうちゃんやば。いやひょにょ。さあ、というわけで今回はですね、はい、酔っ払った彼に明日ってやったらどういう反応するかをやってみました。やばっ。はい、まあ、で、うん、結果は、うん、彼は完全信じるということで、ぜひ皆さんやってみてください。頭もありません。もうごめんね。大丈夫だった。もうまた寝よう。寝て寝て。というわけでこんな感じで終わりたいと思います。はい、ここ最近、うん、僕も私もめっちゃ二日酔いしたよっていう人はチャンネル登録と、正直マッパで外を歩いてみたいな。あー、いやいや、よくで、よくねえけど。本当歩いてみたいよ。本当はね、うん、そう、なんかもう夢の中でもいいからやってみたいみたいな。高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。アフタートークです。はい。俺さ、うん、まあ、りょうにもそうなんだけど、見てる人たちにも聞きたいなってことがあって、ね。まあ正直、すんごい大した話じゃないの。大した話じゃないんだけど、聞いてほしいなって思うことがあるんだけど、まあ、てかコメントで書いてほしいなってやつがあるんだけど、うん、例えばさ、まあ、好きな人とか、うん、まあ好きな俳優さん、好きなモデルさんとか想像して、うん。うん、想像するじゃん。うん。で、その人に、学生時代モテましたかって聞くのね。うん。で、その多分二択だと思うの。それで答える人。一つ目は、うん、あ、モテました。っていう人。うんうんうん。で、二つ目は、うん、全然モテてないんですよ。っ
とか言う人。うん。で、誰思い出した?あの、好きな人。じゃあ、うん。町田啓太。町田啓太が、その、学生時代、モテましたかっていう回答で、なんて言うと思う、うん、モテました。あ、モテました。うん。なんか、俺、ここで思うのが、これ、うん、聞く人が求めてんのは、うん、どこまでその人が謙虚さなのかなって思う。あ、謙虚なのか?って思うの。うん。多分、かっこいい人とか多分みんな想像してもらったと思うんだけど、うん、え、全然モテなかったんですよ、っていう人の方が、良くない?え?そう?え、モテましたっていうのも、うん。謙虚さが欲しいなって思ったの、ここで思うのは俺は。全然モテてないんですよっていう方が近寄りやすい。そうなんだ。いや、わからない。え、でもなんかモテました。自信ある方がいいのかな?なんかモテましたよっていう人もさ、うん、その人はその人で、うん、なんかサバサバしてそうだなとかさ、うん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 、なんか裏表がなさそうだなとかさ、あ、そういう感じもするけどな。吉沢亮とかだったら絶対モテましたって言うじゃん。あ、そうなんだ。じゃない?だってナルシストキャラじゃん。あ、そういうキャラなの?うん、キャラで言ってるのかもしれない。まあそっか。全然モテなかったですよって言ってほしいな、俺は。じゃあ翔ちゃんは?学生の頃モテました?全然モテないですよ。いやいや、ここはモテないって言ってほしいなって思う。モテない人と、うん、僕が好きな人だったら全然モテてないですっていう謙虚さを、うん、してくれる人が俺は好き。でもさ、あれでしょ?それってさ、あれだよね、うん、その、絶対にモテてたでしょっていう人限定だよね。はあ、絶対、なんか全然モテてなかったでしょっていう人にさ、うん、学生の頃モテてましたって言ったらさ、うんうんうん、いや、そうだね、モテてません、うんうん、でしょうねってなるじゃん。まあまあ、確かに。まあ、それだけなんですけど。ちょっとコメント欄で教えてください。ぜひ。いや、俺の派の人の方がいいな。ここはさ、うん、もう、どっちなんだろうな。ちょっと教えてください。あ、どっちがいいか。うん。どっちでもいいよ。うん。